今週も行きましょうね。コノさんには何をするか聞かされていませんよ。原宿駅前ステージ赤面エピソード選手権、イエーイなのかな、これは何ですか。サンリーさん何するかな、もう聞かされていませんよね。いませんよ、いませんよね。実はですね、前回赤面エピソードを別の3人でやったところ、はいはいはい、好評だったということで、今回第2弾をやることになりました。皆さん盛り上がっていきましょう。何ですか、何ですか。恥ずかしい話ですから。いや嫌ですよね、自分で。自分たちで嫌だよね。とにかく前回の見てましたね、あのとにかく自分の人生の中でこれは恥ずかしいというエピソードを競い合って、皆さんがああそれは皆さんの前でよく言ったよ赤面エピソードっていう一人に、今日は優勝した素敵な商品もございますので、急ですが頑張っていただきたいと思います。さあまずはじゃあマリンちゃんからいきましょう。私ユキのユキペディアに届いておりますよ。高校2年生ぐらいの時に電車である恥ずかしいエピソードが家族も踏まえてあったみたいな。ああ思い出しましたね。それではマリンちゃん思い出したやつでいいです。赤面エピソードスタート。カウン、はい、私が高校2年生の時にですね、山手線に乗ったわけですよ。はい、高田馬場かどっかに行きたかったんですよ、多分、うん、多分ですよ。はい、それでなんか山手線乗るじゃないですか。でもう優雅にこうやって乗ってたんですよ。乗り方すごいですね、おしゃれですね。そしたらなんか知らない場所に着いちゃって、うん、で降りるじゃないですか。もう山手線を乗り間違えるってことをしてしまいました。シンプル。でもそれを僕聞いてるのもなんか親にもなんか言われたみたいな。そうなんですよ。何何その後、ちょっとあの降りた場所がもう本当に分からなくて、うん、で山手線一周すること知らなかったんですよ、うん、で知らなかったんですよ、でまさか行くなんて分からないので途中で降りちゃって、うん、でそれでもうどこか分からないから泣きながらお父さんに電話したっていうのが本当に恥ずかしいんです。いやすごい、もうでもいいですよ。でも高校2年生ですよ皆さん。泣きながらお父さんに電話します。はい、カン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 。今更恥ずかしいです、いいですよ。一番恥ずかしいのはもう一回ね、あの優雅に乗ってるポーズやってみて。牛乳飲んでるみたいですからね、これ。一番いいです、恥ずかしいかもしれない。さあ続いてひなたちゃん、はい、聞いております。私ユキペディアの中では同じくですが、はい、電車のエピソードで新幹線であることがあったんじゃないかと、はい、まあ新幹線以外もあるかもしれませんが、わかります、はい、僕が言いたいこと。あ、もうわかりました。お願いします。赤面エピソードスタートか。はい、小学6年生の時に修学旅行に、うん、の行きの新幹線なんですけど、はい、トイレに入ったんですよ。で結構行列ができてて、うん、でまあちょっと早く出なきゃなと思いながらトイレに入ったんですよ、はい、でちょっと新幹線って揺れるじゃないですか。揺れますよ。で鍵を閉めるの私忘れて、でその揺れとともにドアが開いちゃって、でなんか、そうで開いてるの分かんなくて、なんか風通しいなと思って、風通しいパッて見たらそのドア開いちゃってて、どんな人が静かにスッてしまうわという恥ずかしいエピソードです。これいいですね、はい、ちなみに1回だけですか、そういう新幹線で、人生で。はい、新幹線では1回なんですけど、あのメンバーに一度この間やられた。あ、普通のトイレでも。はい、鍵をちょっとあれなんだね、忘れるという。そう、鍵閉め忘れが多くてそういうことよくあるんですけど。カンカンカン、いいですよ、いいですよ。さあワンツーと続いております。はい、はい、たやちゃん行きましょう。私聞いておりますよ、はい、中学校の時に弁論大会ね、スピーチ大会でちょっと恥ずかしい思いがあったと、うん、思い出しました。ありますね。行きましょう、はい、弁論大会にての赤面エピソード。カーン。はい、中学2年生の話なんですけど、はいはい、まあ、弁論書かなきゃいけなくて、宿題のテーマとして、うん、何を書いたらいいのかなと思って、私ネットを使っちゃいまして。ネットいいです。ネットを使って調べたんですよ、はい、うん、そしたらやっぱりみんななんかあのお食事のねこととかいろんなこと書いてあったので、私はね、うん、この食の安全をテーマに書いたんですよ。食の安全。そう、普通なんか私は受験はとか昔留学してとか、なんかそうそうそう、だからなんだろう、食の安全をテーマに自信を持ってもうこれはいけると思って行ったら、みんなの発表聞くんですよ。おあれ受験部活、なんか自分の趣味のレゴの話。みんな何書いてんだろうって。いや、あなたが何書いてるんだよ。
恥ずかしくなっちゃって、うん、まあちょっとあの言葉のゴミだけでも変えようと思って、うん、思いましたよ、思ったとか書いて、なるほど、それで乗り切りました。頑張りました。で結果やっぱどうやればいいんですか、食の安全っていうの結果導き出したのは、まあ、あの気をつけよう。はい、カンカンカン。さあそれぞれが揃いましたが、誰が一番赤面エピソードナンバーワンだったか私が独断で決めます。3、2、1、今回のナンバーワンは平田ちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。こちら、アメバくんのぬいぐるみを差し上げたいと思います。欲しい、欲しい。さあ、来週もあるかもしれませんからね、ということで、赤面エピソード選手権でした。ありがとうございました。